あなた様は極めて時間に正確でいらっしゃいますね。実はこのところリリカお嬢様のご様子が大変おかしく、これまでお嬢様がよくお立ち寄りになる場所といえば決まって書店でございました。それがどういうわけかラーメン屋にとって変わられたのでございます。ラーメン屋にいたら何だって言うの？私ラーメンには一加減あるんだから。どうか誤解なさらないでください。ラーメンに対してはいかなる偏見もございません。ですが私の知るリリカお嬢様はラーメンがお嫌いでした。それは前時代的な少年漫画の主人公が食べるもの。ラーメンの時代は終わった。これからは新たなブームが到来する、このようにおっしゃるほどだったのです。ああ、あの漫画オタク。これだけではございません。運転手やボディーガードからの証言なのですが、なんと今日は塾をサボタージュされたとか。いずれもこれまでには全くなさらなかったことでございます。リリカお嬢様はいつも聞き分けがよく、サボタージュなどもってのほか、自由時間は常に漫画や小説を読んでおられるような方でした。私が思うにこれらはすべてあのモッキンバードなる組織と関連があるのではないかと。リリカ、まさかここへ来て反抗期とか？リリカお嬢様なりの反逆があの言葉遣いに現れていると。ともかく潜在的リスクを摘み取るためにも、お嬢様がよく立ち寄られる場所を調査したく存じます。もしよろしければご同行いただけないでしょうか。ルミナスクエアのことは私よりもずっとご存知でいらっしゃるかと思いますので。いいよ、ルミナスクエアならうちの庭みたいなもんだし。そのようでございますね。あなた様にご依頼したのは正しい判断だったようです。そうでした、もう一件ご相談しなければならないことが。念のため今後調査の際はご主人様とお呼びしてもよろしいでしょうか。我々の身元を隠すためにもそのようにしておくのが好都合かと。もちろんいいよ、好きなように呼んじゃって。ご協力に感謝いたします。ではまずラーメン屋から調査を開始いたしましょう。まさかあのリリカお嬢様がラーメン屋でアルバイトを始められるとは。普通に考えてお嬢様が普段もらっているお小遣いの額であれば資金不足に陥るということはないはずでございます。何か非常に高価なものを購入されようとしているのなら話は別ですが、
えばカプセルトイにめちゃくちゃハマってて限定モデルが欲しくなったとか。その可能性はないでしょう。限定のものとはいえ所詮はカプセルトイでございます。高額といえどたかが知れているはず。リリカお嬢様のご両親は最近家財をいくつか売り払う用意をしておられます。あれは決して安価なものではございません。おおよそですがこのくらいは工面する必要があるかと。ちょっとタンマ、そんなにするの？あの子の年でこんなに用意できる？ええ、物質的観点から見れば私の雇い主様は非常に裕福でいらっしゃいますので。物質的観点？他にも観点があるの？リリカお嬢様のご両親はとても多忙な方々ですので、お嬢様と共に過ごされる機会は滅多にございません。ですが彼らはお嬢様を大変厳しく監督されているのです。平日は何をされるにしても常に運転手かボディーガードがおそばに付き従っております。無論表向きはお供ということですが実質的な監視でございます。そして学校が終わっても通いきれないほどの塾や習い事が毎日のように。物質的な豊かさがあったとしてお嬢様は心から幸福でしょうか。このご家庭の執事を引き継いだ頃から私がずっと疑問に思っていることでございます。お嬢様があれほどに多くの時間を漫画に費やしていらっしゃるのもこのためではないかと思う時があるのです。少なくとも漫画の中にある空想の世界では何人もお嬢様を縛ることはできないのですから。本当に責任感の強い執事さんなんだから、ライカンさんのご主人様になれる人はラッキーだなって思うよ。過分なお言葉でございます。私はあなた様のおっしゃるような人間ではございません。家族とは人の身に刻まれた永遠に消えることのない呪いである。かつて私にそう言った者がいます。時を経てどんな姿になりどこへ行こうとこの呪いは休みなく影のようにつきまとってくる。いつか谷底へ落ちきる時、あるいは頂へと登り詰める時、それは唐突に姿を現し、私は物心ついた頃から血のつながりという感覚を知りません。あるいはだからこそかもしれませんが、家族とはそんなものであるはずがないと信じております。私の知ってる限り家族ってあったかいよ。いろんなことでお互いに助け合うの。お二方の血のつながりは極めて好ましいもののようです。それを知ることができただけでも私は嬉しく思います。とにかくお嬢様がアルバイトを始めた背景にはご家族との仲も関係しているということです。あと少しで貯金が絵画の額に届くとしても、それをご両親にねだることははばかられるのかもしれません。あるいはご自分の手で何かを手に入れるということにあえて望まれているのやも。私が今懸念しておりますのは、リリカお嬢様が絵画を買い取ってしまわれた場合、必然的にあのモッキンバードとやらに接し、そうなればお嬢様が危険にさらされることも警戒せねば。そこであなた様には私と共にとある場所まで来ていただきたいのです。そこへ行けば確かめられるはずでございます。あの絵画が一体どこへと向かうのか。
何やら疑問が渦巻いているようにお見受けします。私に尋ねたいことがあるのでしたら何なりと。ライカンさんってさ、こういう取引にすっごく詳しいよね。詳しいというほどでは、多少知見があるというだけにございます。あなた様の疑念は理解できますが、これ以上は確実に私の過去に話が及ぶことになります。そしてそれは私の宿敵とも密接な関係にあるのでございます。なるほどね。それだけでも想像が広がっちゃうっていうか、なんだか全てを理解していってる気がする。私が進んで思い出したくないわけをご理解していただけたでしょうか。何にせよこれは耳心地の良い類の話ではないのでございます。わかったって。今は見逃してあげるけど、後で絶対教えてもらうからね。ご理解くださり感謝いたします。実のところこうした仲介人との取引は初めてではございません。昔とある理由で、とにかく強者にへつらい弱者に鞭打つひどく狡猾な連中ばかりでございます。今後もし同様の業者に遭遇することがあれば、必ずご用心を。安易に連中を信用してはなりません。リリカお嬢様がすでに絵画を手にしてしまわれたとなると、そう遠くないうちにあのモッキンバードと接触することになるでしょう。そうなる前に、間もなくリリカお嬢様が塾でのお勉強を終えられる頃合いです。